ペレスラブリザレスキーの紋章ペレスラブリザレスキーは、ロシアヤロスラブリ州の古い町。モスクワの北東 140km、州都ヤロスラブリの南西 124km、プレシチェーボコの南東岸にあり、近くには、トルベジ川の河口がある。20km 南には、ヤロスラブリ州とブラジーミル州の宗教が走り、町の 37km 南にはアレクサンドロフ。 42キロメートル南西には、ストルニの47キロメートル南には、カラバノボなど、ブラジーミル州の都市が近い。かつて、フィンウゴル系の種族、メリアが栄えた場所の一つ。人口は43,379人。ペレスラブリザレスキーのクレムリン跡に残る、この町最古の聖堂、旧聖権験境大聖堂。 アレクサンドルネフスキーが洗礼を受けたことでも、有名1152年に、ユーリー・ドルゴルーキーが、北東、ルーシの森に覆われた、ザリエーシェ地方の中心地とすべく、この地に要塞を建設した。当時は、キエフルーシの町ペレアスラブリと区別するため、森の後ろを意味する、ザレスキーの語をつけて、ペレアスラブリザレスキーと呼ばれていたが、16世紀頃から、ペレスラブリザレスキーに変わった。 1175年から1302年までは、ペレアスラブリ公国の首都であったが、1302年に、モスクワ大公国に併合された。13世紀半ばのモンゴル帝国のルーシ侵入を、皮切りに、ペレアスラブリザレスキーは15世紀前半まで何度も、タタール人の攻撃を受け荒廃した。1611年から1612年には、ロシアポーランド戦争により、 ポーランド軍による略奪に苦しめられ、その度に再建を強いられた。このため、異なった時代の制度建築がこの街には見られる。1688年から1693年にかけて、まだ申請を行っておらず仲間たちとの軍事、演習ごっこに明け暮れていた、ピョートル大帝は、プレシチェーボコに、自らの楽しみのために小さな船による艦隊を浮かべた。これが後に、 彼が組織するロシア海軍の基礎と考えられている。現在、町の博物館にはこの時の船の一隻が保存、展示され、ロシア最初の艦隊の様子を伝えている。1708年、ペレスラブリザルスキーはモスクワ県の一部となった。1894年には、ウラジーミル・レーニンが近郊の村を訪れ論文を書いている。18世紀から始まった。 宝石産業の勃興により現在見るような街並みが形成されたが、その後のモスクワやラスラブリカンの鉄道はこの町から離れて不設され、ソビート連邦時代もあまり工業化されなかったため、今でも18世紀から19世紀の街並みが残っている。ゴリツキー修道院。背後にはプレシチェーボコが広がるペレスラブリザレスキーは黄金の間の一つであり、 名所名跡が多い。町の中心地域には今もクレムリアとの土類が残る。1152年から1157年にかけて築かれた大理石製の著名な聖堂建築、旧制試験栄大聖堂があるほか、16世紀から19世紀にかけて築かれた聖堂や修道院が数多く残っている。ありがとうございます。